火曜日の8時半になりました、新潟ポンデリング第39回、始まります、今晩もよろしくお願いいたします。この番組は、大学生、それから専門学校生、あとたまに高校生なんか出てくれると嬉しいね、ね、なんかが、ですね、日常の生活の中で感じていることや、それから、自分の得意なこと、それから自分の苦手なこと、そういうのを、語り合う中で、自分をブランディングするためのお手伝いができるね、いうことで、進めている番組です。さあ、先週ですね、こちらの方にお越しいただきました新潟大学人文学部人文学科2年生の塩澤大地さんからの、今日の紹介ということで、今日お越しいただいたのは1年生の山田正和さんですね。はい、山田正和ですとかいう、そういう昔そういうのでよく言われませんでした。山田正和ですみたいな、そんなそういうことは特になかったですね。ですよね。はい、はい、ということで、それじゃあ自己紹介もよろしくお願いします。はい、新潟大学人文学部人文学科1年の山田正和です。あとは趣味とか。そうですね、はい、趣味は、まあ、インターネットをすることと読書ですかね。おお、読書。はい、読書です。最近読んだ本の中で、はい、これはいいぜっていうのは、自分の中で本当に人にお勧めしたいのは、うん、ちょっと最近じゃないんですけど、うん、あの司馬太郎さんが書いた坂の上の雲ですね。と秋山兄弟でしたっけ、あの、うん、日清戦争と日露戦争で活躍した2人の方の物語なんですよね。坂の上の雲、はい、なるほど、司馬太郎、はい、僕の司馬太郎はね、国取物語を小学校の時に、はい、NHK でやってたんですよ、大河ドラマの役で。もうあれを見てね、感動しましてね、はい、国取物語読みました、小学校の時。小学生ですか。そうです、ひらがなだけで全部読んだと。まあ、そのことはさておいて、話がちょっとそれましたが、さあ、今日お迎えしました、新潟大学の1年生山田君です。はい、ちなみにさっき趣味はインターネットということでしたが、はい、インターネットの何が趣味なんですか。まあ、基本的にはネットサーフィンなんですけど、うん、まあ、回るサイトは決まってますよね。何ちょっと待って、あの放送で言えないサイトじゃないって。いや、そういうのは一切ないです。お、履歴消すのが大変だね。さあ、どんなサイトをいつもご覧になってるんですか。ですね、おすすめしたいのは、うん、ギガ人っていうサイトがあるんですけど。ギガ人、はい、ギガっていうのはあの何ギガとかいうギガ。いや、もう普通にローマ字でギガ人って打っていただければ出るとは思うんですけど、うん、はい、まあ、そこは簡単に言うと、うん、豆知識が集まったサイトなんです。で、面白いですね、豆知識が集まったサイト。はい、まあ、毎日更新されていくんですけど、うん、まあ、その中で興味があるのがあれば、うん、まあ、少しそのページを開いて詳しく知っていこうかなって感じですね。例えば最近見た中でこれ面白いぜっていう豆知識って。ですね、豆知識かどうかは分からないんですけど、うん、あのこの前ケンタッキーで期間限定で食べ放題をやっていたの。90分ね、はい、90分食べ放題。うん、行きました90分。いや、行ってないです。ちょっと平日の火曜日でしたっけ。そうですね、7月の2日、2日、3日、3日ぐらいでしたかね、はい、この新潟大学の近くのね、ケンタッキーで実施されましたけど、いや90分ね、カーネル・サンダースさんとの戦いを繰り広げるわけだから。あとは、まあ、チキンほら今いろんな種類があるじゃないですか、はい、全部 OK の。いや、もう部位は指定できなくて、うん、ただ単に頼めば3ピース出てくるみたいな感じですね。ああ、なるほど、3ピースごと提供されるわけだ。はい、そうです。3ピースね、胸焼けするだろうね。でもさ、なんか想像すると笑っちゃいません？みんながこうひたすら90分ね、はい、口の周りをケンタッキーギトギトさせながらですよ、
食べて骨しゃぶってる姿ってなんかね、はい、なんかすごいね。まあ、自分が食べる分にはいいと思うんですけど、それを他の人には見せようと思いませんね。そうだよね、やっぱりね、ケンタッキーってよっぽど仲のいい人とかね、はい、付き合って長くこう一緒にいる彼女の前じゃないとなかなか食べられないよね、はい、そう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 、なるほど。ということで、趣味が、まあ、読書とインターネットと、はい、いうことでしたが、山田さんはもともと新潟の方ですか？いえ、違いますね。自分は長崎県の対馬市というところが出身ですね。ん、ちょっと待って、長崎県の対馬市、はい、長崎県はね、自慢じゃないですけどね、何度か行ったことあるんですよ。おー、長崎県はあるんです。いいですね。ここですよね。はい、そうです ね。で、これ今拡大されてるのが、これ対馬ですか、はい、そうですね。拡大というか、一つだけ、うん、ポンと外れてるところね、はい、ここ場所じゃありませんよみたいな感じで。ということは、この地図の中には入りきらない場所にあると。はい、そうですね。どの辺にあるの、この地図で言うと。地図で言うと、上の方にちょっと丸っぽい島があるじゃないですか。あ、ありますね、ありますね、上の方のね、50km とか書いてあるところのね、はいはい、そうですね。そこからさらに上の方にありますね。っていうと、もうすぐ荒野じゃないの？そうですね、対馬の北から、うん、展望台とかあるんですけど、はいはい、まあ、そこから普通に韓国が見えたりしますね。でも日本なんですよね。はい、日本です。結構石投げて遊んだりとかしなかった？国際問題になるな。おお、ここははっきり言っておきますが、うん、日本です。対馬は日本です。そうだよね、対馬は日本ですね。はい、主張しておきましょう、はい、もう一回いきましょう、せーの、対馬は日本です。まあ、その対馬から、はい、なぜまたこんな雪国に。そうですね、まあ、自分がもともと大学に来ようと思ったのが、うん、地理をしたかったんですよ、地理学を。地理の勉強はしたかった。はい、もうもしこの地理学ができないのであれば、うん、大学は行かないと決めてたんですよ。すごいね、すごい意志ですね、はい、地理学を学ぶにあたって、でもほら他にもあるじゃないですか、はい、地理学科っていうかさ、うん、あるところは、はい、文学部の中にね、はい、あると思うんですけど、はい、なぜまた新潟に。そうですね、まあ正直なとこ言えば、うん、学力の問題が大きいですね。なるほど、センターってやつですか。はい、センター試験というやつで、今年は、はい、本当に難しかったんですよね。それであんまりいい点が取れなくて、うん、まあ、自分は前期は別のところを受けたんですけど、うんうん、埼玉大学を受けたんですけど、はいはいはい、まあ、見事に落ちまして。埼玉ね、まあ、そこで後期の新潟大学を受験して、うん、まあ、新潟もいろいろ地理学的に面白い場所なので通ればいいなって思ってたんですけど、うん、実際合格できたので。あ、なるほど、はい、後期の方が、まあ、入りづらいというか難しい。はい、そうですね、まあ、ね、実質倍率が後期で3倍ぐらいありましたかね。いやー、他の2人共同したわけだね。そうですね。そうか、いやでもね、本当にその対馬でしょ、はい、新潟でしょ、はい、全く違うじゃないですか、気候も。はい、そうですね、もうとりあえず来て、うん、しばらく4月寒かったじゃないですか。はいはいはい、あれが普通の新潟の気候なのかなとずっと思ってて、で友達に聞くと、うん、いや今年の春は異常だからって。そうだよね、もう信じられなかったでしょ、はい、こんなので一生過ごすの、まあ、一生じゃないな、4年間ね、はい、生活するのかと思ったら、はい、涙出たでしょ。はい、もう本当にゴールデンウィークになっても気温が1桁にしか考えられないですよ、これは。ねえ、対馬っていうのは、はい、比較的温暖なんですか。まあ九州の中で言えば、うん、ちょっと寒いんですけど、うん、まあ新潟と比べましたらそれは暖かいです。なるほど、まあ一年中半袖ではいられないけど、はい、ね、でもその話を聞いておきながらですよ、はい、なんかすごい写真があるんだよね。はい、そうですね、これは
これは何？新潟？いや、これは自分が住んでる家から撮った写真ですね。対馬に雪が降る？はい、そうですね。もう本当にこれぐらい積もったのは、うん、あのいろんな説があるんですけど、一説には100年に一度とか言われたぐらいの大雪ですね。これ普通だよ、新潟。少ないのもだよ、これ。そうですよ、ね。うん。まあ、けど、あの、実際自分の家があるところは、うん、雪が一番降らなかったところなんですよ、対馬の中で、うん、もう普通あの他のところは膝ぐらいまで積もったっていう話は聞いたんですけど、まあけどこれぐらいの雪でも、うん、あの対馬全部の学校が休校になりまして、あの小学校、中学校、高校すべて休校もしくは途中で帰らされた。ああ、なるほどね。あの途中で下校させられて、はい、あの交通手段が麻痺するからとか、はい、そういう理由ですか？まあ、一番の理由はあの給食が届かない。あのもう現実的だね。なんかその返される理由が非常に現実的な理由ですね、はい、なるほどね。けどですね、うん、本当に運が悪いことに、うん、自分のいるあの小学校と中学校だけが、うん、届いたんですよね。本当にそれが、うん、あの自分のところだけ雪が積もらなかったので、うん、給食が届いて一日中学校だったと。なるほど、貴重な体験しましたね。いやでもあの僕たちね、新潟に住んでいて、まあ、僕は東京に住んだり、あの関東に住んだりしたんですけど、まあ、関東っていうかね、あの東京近郊に住んだりしたんですけどね、あのたまにね都会で雪降るじゃないですか。そうすると転んで骨折したとかね、怪我したとか、はい、そういうニュース出るでしょ、はい、まあ、そのたんびにね、雪国新潟の人はですよ、はい、都会の人間何やってんだとね、はい、雪降ったら革靴でね、はい、裏がツルツルので歩けば転ぶに決まってるじゃないかと思うわけですよ、はい、それにあのタイヤがほらあの滑って走らない車、動かない車とかね、はい、雪降ったらスタッドレスかチェーンでしょと。あ、ね、はい、まあそういうのもこうね、あのちょっとね、あの、はい、ニュースなんかでそういうのが出るとってこうね、鼻で笑いながら見たりするんだけど、はい、この時には、はい、まさか新潟の人に鼻で笑われてると思ってなかった。いやー本当に大変だったですよ。まず最初朝起きての一番の放送が、うん、道路が全部通行止めと。はい、もう本当にその時は、ね、ないもんね。だってチェーンなんかなければスタッドレスもないし車走れませんもんね、はい、まず、じゃあまずねアドバイスしていきましょう、はい、夏、まあ、梅雨明けしてないですけど、はい、冬のためのアドバイス、はい、必需品、はい、ね、長靴、はい、長靴かっこ悪いとか言ったらいけません、はい、なブーツなんかダメですか、はい、長靴、長靴です、はい、長靴、はい、それからスコップ、スコップ、スコップ、これ、ね、早く行かないと売り切れて買えません。だから早く、自分のアパートの玄関には長靴とスコップ、ね、はい、あと軍手、はい、ね、これは用意しておきましょう、はいはい、軍手ですか、軍手、まあ、その辺を用意しておけば年の冬は大丈夫でしょう、はい、あと、はい、そうですね、あんまりやらないかもしれないけど首周りっていうのはね非常に大事ですので、お、はい、厚着をしたら首周りはその熱が逃げないように、はい、マフラーとか、はい、それからこのね、ネックウォーマーってやつがありますから、はい、ああいうの一つつけるだけで、ね、全然違いますよ、はい、うん、なるほど、ということで、はい、まだ夏も来ていないのに、ね、冬の話をしているというじゃあ、ちょっと話の方を進めていきますが、はい、その地理で新潟が地理的に面白いっていう、はい、さっき話あったんですけど、はい、どの辺が。そうですね、うん、まずはあの聞いたことあるとは思うんですけど、フォッサマグナって聞いたことあります、はい、あります、あります、あれだもんね、第一交代じゃなくてそれは南アフリカだね。あ、はい、フォッサマグナっていうのは糸魚川から静岡まで、はい、そうです、そうですね、あのちょうどプレートがぶつかった境目になるんですけど、はい、ね、それがまっすぐにこう入っているというところですよね、はい、フォッサマグナ、はい、うん、本当それは夏にでも一回見に行きたいんですけど、うん、ちょっと時間があるかどうかが微妙なんですよ。あれフォッサマグナミュージアムってのありますよ。ああ、うん、糸魚川にあります、あります、あそこぜひ行ってください、はい、面白いですよ、近くに温泉いっぱいあるしね、はい、うん、
ああ、なるほどね、はい。そのフォッサマグナに興味を持ったのはまた、そうですね、うん、あの高校の地理で、うん、初めの方にフォッサマグナってやるんですよね、うん、ああ、最初にそういうの出てくるの？はい、最初にまず日本地図を開いて、うん、まあ一番重要なのはフォッサマグナと、あと中央構造線って言って、はい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 、火山が多く存在するラインですね、うんうん、中央構造線ですね、はい。まあ、その2つは絶対に覚えとけと言われまして、うん、まあそのそこがそれでまあ地図帳に書き込みをしたわけですよ、直接、はいはい。それで、あ、これもしかして地図に書き込みするのって楽しいかなと思いまして、おお、はい、それがきっかけでフォッサマグナも、あ、いいなって思うようになりましたし、チリもいいなって思うようになりましたね、うん、なるほど、はい。そっか、その授業の時にそういう、はい、まあ、先生の一言とかね、はい、そういう自分が興味持てるようなものを提示されなかったら今山田君は新潟にいないわけだ。はい、そうですね。ね、それは確実に言えることです。その時もしさかなクンが先生だったりなんかしたら漁師になってたわけだ。そんなことはないか。漁師はちょっときつい面も知ってるので。ああ、そっかそっか、はい、ねえ、あのフォッサマグナっていうのは非常に日本の中でも珍しい場所ですもんね。はい、ねえ、あれ電力が分かれてるところじゃないもんね。 50Hz、60Hz で分かれてるところじゃないからね。、はい、うん。電気と言いましたら、はい、あの新潟は東北電力に入るんです。新潟東北電力です。自分が来る前ずっと北陸電力かと思ってまして。難しいところ、なんかすごい問題提起をしますね。そうですか、うん、あのというか新潟は地方区分で北陸なのか関東甲信越なのか東北なのか、そこも微妙なところがあります。それね、昔はね、あのテレビのニュースなんかではね、甲信越だったんですよ。あ、はい、うん、ところがね、ある時なんかのね、はい、区割りで見るとね、はい、関東になってたりね。あ、それでインターネットで調べるときに、はい、何地部な、あの住所のほら登録なんかのね、はい、するときに中部入ってたりするんだよね。ああ、入ってますね、たまに。何なの、何なんでしょう、ね、みんな新潟が欲しいのかね。まあ新潟ちょっと分けづらいっていうところあるんじゃないですかね。あの大きくていろんなところに接してるので、うん、長いからね、はい、うん、いやー、そっか、糸魚川か、はい。フォッサマグナね、今年夏行けるといいですね。はい、うん、けどもう夏休み入ってすぐにですね、うん、対馬に帰るようにしてるので。え、なんで？いや、ちょっとお盆は対馬で過ごしたいなと、個人的なものがありまして。あ、あのご先祖様にね、はい、やっぱり無事に新潟で元気にやってるよと、はい、ご報告をして、はい、ね、そうですね。あ、でも対馬まで帰るの大変でしょ。そうですね、飛行機で長崎。いや、飛行機だったら福岡経由になりますね。というか、あの、うん、船が福岡からしか出てないもので。あ、長崎県なのに、はい、福岡からしか私、はい、私というか私じゃねえね、船は出てない。あの飛行機は福岡と長崎と出てるんですけど、うん、基本福岡経由で何も行いますね。なるほどね。え、あ、そうか、そうそう、大変だね、帰るとき。そうですね、うん、あの福岡まではやっぱり飛行機で行きますじゃん。いや、あのやっぱりお金がかかるので、あの青春18切符というものを使いまして。来ましたね。それ使って、うん、丸2日乗りっぱなしで福岡まで行って、うん、そこから深夜便で対馬まで帰ろうかなと、うん。そんなさ、なんか修行みたいなことして帰らなきゃいけないっていうのも大変だね。まあ、お金切り詰めた結果がこうなりますね。さあ、それ話がちょっとね、長くなりましたが、次の写真を見ていきましょう。はい、これはひょっとして、弓道。はい、そうですね。アーチェリーではないですよね。アーチェリーでは全くありません。弓道ですよね。はい、うん、まあ、自分が高校時代の時に弓道をやってて。え、弓道さん。はい、そうですね。弓道をやってたんですけど、うん、レギュラーはほとんど取ったことはないですね。あ、でもこれさ、ほっと難しいと思いますよね。いや、僕大学の時にね、はい、僕はちょっとおちゃらけサークルでテニスやってたんですよ、はい、で部活でアーチェリー部っていうのがありました。あ、はい、でアーチェリー部に、まあ、1年の時同じクラスだった女の子が入部したんですよ、はい、3年終わる時にですね、
僕は彼女の変化を見逃しませんでした。おというのはどういうものなんでしょう。右の胸だけが大きくなるっていうそれはアーチェリーだけじゃないんでしょうか。いやいや、弓道だって一緒だってさ、こう引っ張っていくこの筋肉っていうのはさ、はい、やっぱり右の胸とか腕だけこうグワッとこう太くなったりしません。いや、弓道はそういうことないです。弓道はどっちかというと胸というより、うん、背中の筋肉、肩甲骨あたりの筋肉を使うので。おお、あ、そうか、そう、そうなの。はい、そこで引いていくのが理想的なんです。へえ。手とか、うん、腕とかで引くと、うん、変な形になって当たらないことが多いんですよね。ああ、そうかそうか、はい。それじゃあその弓道で鍛えた、はい、まあいろんな挫折も味わいましたが、はい、3年間部活を続けて、はい、ね、そして勉強もね一生懸命やって、はい、今新潟大学にこうね通われてると、はい、いうことなんですが、これは勉強じゃねえな全く違いますね。これは何だろう。そうですね、これは今年の3月のホークスの試合を見に行ったんですよ。へえ、福岡ドームでのホークスの試合。はい、なるほど。ホークスファンですか。はい、そうですね。基本地元はホークスファン多いですよ、やっぱり。なるほど、九州はやっぱりホークスなんだね。はい、うん、まあ、ホークスか、まあライオンズがちょこっといるかなって感じ。なんでライオンズ。ライオンズはもともと今でこそ西武なんですけど、うん、昔西鉄ライオンズ、その影響がありまして。なるほどね、はい、なったね。でもこの風船飛ばして気持ちよかったですか。はいですね、けどね、次の日じゃなくて本当に良かったなと思いました。うん、なんで次の日ボロ負けしたみたいで柔軟体なるほどね、はい、やっぱりね、ホークスファンとしては勝ち続けるホークスを見てみたい。ああ、そうです ね、 ね。でも福岡もいい街ですよね。はい、そうですね、うん、本当にね、福岡のね、長浜でしたっけ。ああ、うん、ラーメン食い行きました。ですね、こっちに来てからですね、豚骨ラーメンをほとんど食べてないですよね。お、食べてない。一度学食で、うん、九州沖縄フェアというものがありまして、はいはいはい、そこで一回食べたんですけど、うん、これ違うぞと、偽物だぞと、はい、もうあのまずさは忘れられないですまあそんなことで、これは今度は何ですか。そうですね、これは何、これ停止位置、覚えてるの、これエクセレント、エクセレント0センチメートルって書いてありますね。まあこれは電車で GO っていう鉄道ファンですか、ひょっとして。まあ最近は、対馬にいたことも長くあって、うん、そこまでないんですけど、前は結構ありましたね。あ、ちなみに対馬って鉄道通ってる。いや、通ってないですよ。なぜまたそんな鉄道にハマったというの。そうですね、これはもっと自分の経歴にあるんですけど、うんうん、まあ自分は小さい時は東京にいたんですよね。あ、そうなんですか。はい、東京にいて親がよく駅まで連れてってくれたと言っていて、うんうんうん、まあその影響があって多分鉄道好きになったのではないかという仮説を立てています。純鉄ちゃん的な感じになってきましたね。まあ、はい、新潟いいよ、だって、日本でさ、はい、新潟の新津っていうところありますけど、あ、作ってますか、鉄道車両を。あ、ぜひ見に行ってください。はい、はい、さあこれは、サハラですね。はい、サハラではありませんね、ここは。うん、これは有名なあれですな、鳥取なんとかってやつですね。はい、そうですね、鳥取砂丘というやつですね、うん、ああなるほど、すごいねこれ、日本じゃないみたい、はい、本当にここを見た時の広大さといい、あと遠さといい、うん、あと高さといい、向こう側にアリンコみたいに見えるのは人でしょ。はい、そうですね。ね、で盛り上がっているところがちょっとした山なんですけど、あそこを登るのが本当にきつくてですね、うん、砂で足を取られるんですよね。わかるわかるわかる、うん、もうなのでもうちょっとしたところ登るのも一苦労だったので、こんなところで青春ドラマの撮影なんか絶対できないよね。はいですね、みんな海まで行って叫ぼうなんて言わないのにね、バタバタ倒れたりするよねそうか、これはまたなんでその鳥取に行かれたんですか。そうですね、これは自分が、うん、まあ、鳥取に行ったのがついこの間なんですよね、2週間ぐらい前。あ、つい最近なんですか。はい、そうですね、うん、日本ボランティア学会というのが
ありまして、はいはいはい、ボランティアについて考える団体なんですけど、うんうん、まあそこが主催した大会みたいなのがありまして、はい、でそこでボランティアの勉強ができるということで行ってきたんですよ。なるほどなるほど、はい、まあ先週出ていただいてね、はい、大地君と同じボランチ、はい、そうですよね、今向こうの方で、心配をして見に来てる大先輩からですね、はい、ゲッ出ましたからね、これ間違いないと思います。よかったです、はい、ここでそのボランティアについての勉強をしてきた、はい、これ全国的な大会だったんですね。はい、そうですね、北は北海道から南は沖縄まで全国各地から集まってます、ね、へえ。それでその勉強をしてきた中で、はい、うわーすげえって思った何かありました？そうですね、うん、最初は人助けというか、うん、というところから始めたものが、うん、いつの間にか地域のために役立っている、あ、そういう活動がいくつもありまして、うん、へえ、まあこれを自分の地元に生かせればいいかなとは思ってますね、うんうん、なるほど、例えば具体的に言うとどんなものがありました？そうですね、具体的に言いますと、まず移動販売車というものがありまして、はいはい、うん、最初は始めたきっかけが、スーパーが潰れるのでそこを継いでほしいという依頼から始まりまして、でそしてその人が経営をするんですけど、うん、やっぱり人が少ないから閉まるので赤字になるんですよ、ね、うん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 、でその人が考えたのは、人がいないなら人がいるところに行けばいいと。素晴らしい。それで車を買ってですね、うん、スーパーのいろんなものを積んで売りに出た、はい、売りに出ていったわけですよ、うん、そして今徐々に軌道に乗っていて、今だいたい80箇所を回ってるって言ってましたね。すごいね、はい、それだけ回ってたら。でなおかつあれはほら、買い物に行けないね、はい、高齢者の方たちの大事なそのね、はい、もうインフラっていうかな、はい、もう来てもらわなきゃ生活できないよ的なね、はい、形にもなっていますもんね、はい、なるほど、素晴らしい。うん、いう活動はやっぱり地道なことが大切だなって思いました、ね、いいこと言うね、やっぱ地道なんだよね、積み重ねていかなきゃいけないということですもんね、はい、認める行政から補助が出るまでにやっぱり時間がかかったとおっしゃってましたね、うん、あ、そうか、そうか、20年ぐらい経って、うん、初めてまた車両を新しく購入するときに補助が出て、それが最初だったとおっしゃってました、ね、なるほど。やっぱり何をやるにしても最初からその補助を当てにしたりとか、そういうふうなことからスタートすると、まあ、続かないよということもあるだろうし、はい、やっぱり本当に自分がそう やり始めたことが地域のためになるっていうことに自分が気づいたらすごく励みになりますよね。はい、ですね、だから頑張れるんだろうね、みんなね、はい、なるほど。その方も地域の人の声があるから頑張れるとおっしゃられてましたね。なるほどなるほど、すごいな。で、山田さんは、はい、まあ、今1年生ですから、まだこれからね、あんまり先のことはこう分からないだろうと思うんですけど、はい、将来的にはね、はい、どんな仕事をしていきたいと思ってますか？そうですね、うん、前までは鉄道関係とか、はい、もしくは航空関係の仕事に就ければいいなと思ってたんですよ、うん、思ってたんですけど、うん、中学じゃない、高校3年生の時ぐらいですかね、うん、そこから本当にしたいことは何だろうって自分で思い始めて、うん、今若干よく分かってない状況に陥ってるんです。ああ、なるほど、はい、なるほど。まあもしかするとこの夏ね、ホッサマグナを見に行って、はいはい、ね、ホッサマグナミュージアムでね勉強したらまた違った道も見えてくるかもしれないし。そうですね、ね、この先何があるかがよくわからないので、うん、いや楽しみだな。これ夏終わると山田君一変して帰ってきたんですね。ね、どうなるでしょうね。うん、それで今日山田君の方からお話があったんですが、もうすぐ試験なんだよね。はい、ね、そうですね、うん、ということで、フォンテリングの方のね、お友達がなかなかその試験の日程と合わなかったりとかですね、はい、いろいろありましたので、来週までに、探しておくということになりまして、はい、今日は電話の方はしないということでございますので、はい、 その辺をご了承いただければと思いますが、今日は、新潟大学人文学部1年生、はい、ね、なんと長崎県対馬市から
ね、海を越え、そしてなおかつ陸をひた走りに走ってやってきてくれました山田正和さんがゲストでした。はい、ね、じゃあ山田さん最後に、はい、あの真ん中のカメラなんですが、はい、カメラに向かって、はい、これからの学生生活の抱負、はい、抱負ですか、うん、こんな学生生活送るぞ新潟でっていうのをちょっとお聞かせください。そうですね、はい、最初はですね、あの自分大学に来て正直言って馴染めなかったんですけど、うん、あのボランチに入ってから少しずつ馴染めるようになってきましたので、うん、まずはあのそのボランチの活動を精一杯打ち込んで、まあ、何か自分が見つけられることができるかなと思ってますので、まあ、ボランチの仕事をしっかりやりつつ、まあ、自分がやりたかった地理の勉強をやれるように頑張っていこうと思います。すごいな、応援してますよ。はい、はい、ね、山田君がこのあとねボランチというそのサークルを通して、はい、それから、新潟大学で学ぶ地理の勉強を通して、はい、ね、これから自分の進むべき道をしっかりと見つけていただくこと、はい、ね、それを期待して、はい、今日は、皆さんとお別れしたいと思います、はい、ね、皆さん気をつけて帰ってね夏休みね、はい、大丈夫かな青春18切符 JR の方3枚ぐらい渡していいですからあの特急券つけて、あ、特急券じゃねえな、特急券つけようか、特急券つけていただけますか、よろしくお願いします。 JR 東日本、西日本、それから JR 九州の皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。あんな区割りはやめてですねまあそんなことを言ってる場合じゃないですか、なかなかね、話しまして本当楽しい時間でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それじゃあアンカメラに向かってさよならで、はい、それじゃあ皆さんまた来週、さよなら。疲れるまで泣いた、そして